皆様こんばんは。日が変わり、今日も徹子の部屋のお時間がやってまいりました。本日のお客様は、僕、レモンちゃんです。明日は誰をお客様にしようかな。皆様もぜひ呼んでいただきたい方などいらっしゃいましたら、徹子の部屋へご入室いただけます。でございました。あら、かわいいハトちゃんがいるわね。あら、かわいい猫ちゃんが遊びに来たわね。練習すれば必ず自信を持つことができますが、この真夏日に近い気温です。最近地震も頻発に、各所、能登半島、東北、頻繁に起こっております。お子様の安全、地震が起きたらどこへ逃げるか、皆さんよくご存知だと思います。頭隠して尻隠さず、地震が起きたら頭にクッションなど乗せて、どこへ逃げたらいいのか考えるなど、災害の予防も習慣化するようにすればよいと思います。それでは